めたいですと、まあ海外移住をいずれされたいという方からのご相談ですが、おすすめの商材なんでしょうかとですね、取り扱う商材、扱う商材を教えてほしいということなんですけども、まあ、そもそも SNS のアフィリエイト自体を僕は進めてないというところがまず、あります。で、SNS ですね、やっぱりアフィリエイトするとしてもですね、見込み客としては薄いんですよね。やっぱり暇つぶしとか、まあ、ちょっとしたたまたま読んでるとか、そういった人がほとんどなんですよね。なのでやっぱりがっつりですね、アフィリエイトするっていうのも難しいところですね。 SNS はあくまでもサブっていうのは僕はずっと言ってるんですけども、やっぱりメインのオウンドメディアですね、あなた自身のブログサイトっていうのを持って、そこに流れを作るっていうですね、 SNS から、まあ、SNS に人がいるっていうのは確かなので、そこからですね、サブで、まあ、流していくと、ところですね。そっちに人の流れを作っていくところが、まあ、SNS です。 SNS アフィリエイトの始め